皆さん、こんにちは。ということで、えー、本日はやっていきたいと思います。で、昨日ですね、エンゼルスのまあ開幕メジャー26人ということで、まあ、開幕ロースター予想という、ね、記事をご紹介しまして、まあ、その中でですね、いろいろと、えー、紹介していったわけですけども、えー、今日もですね、もうオプションで落ちた選手とか、まあ、マイナーに行った選手なんかもこう出てきた、出てきてますので、まあ、タイミング的にはね、昨日やっといてよかったなという感じなんですけども、 まあ今日の、えー、まあその辺のね、誰が落ちたのかっていうところと、じゃ最終的にじゃあ誰が残って、えー、あと枠がどうなってんのかっていうところとね、で今日のまあ、えー、オープン戦の話などなどというところでやっていきたいと思います。で、今日まずですね、アデル、モニアックがですね、えー、まあ下に落ちたと、あとベラスケスがオプションで落ちたという形にはなりました。で、まあモニアックこの春、 1.189の OPS。で、アデルも、まあ、四本塁打。チームトップの4本塁打ーー。775の OPS ということでね。えー、まあ、二人とも、まあ、頑張って成長したとネビンさんはね、言ったということなんですけども。まあ、明らかに、もう先発が決まってしまっていて、トラウト、ウォード、レンフローということで、まあ、毎日プレーする人たちが決まっていると。なので、モニアックとかアデルがね、メジャーの4番手に残っていても、 えー、プレイする時間はないだろうと語ったということで、まあ、だからフィリップスを4番手の外野手になるよねっていうことですね。で、まあ、もちろんそのためにフィリップスを取ってきて、わざわざメジャー契約で取ってきてるので、まあ、おそらくそうだろうなという感じではあったんですよね。まあ、もちろん能力値というか、まあ、打撃とかを見ればね、まあ、モニアックを置いといた方がいいっていうね、皆さん言ってることはわかりますけども、ただ出る機会がないので、まあ、えー、アデルも含めてね、 え、フィリップスとアデルとモニアック。まあ、モニアックの方がね、えー、スプリングトレーニング見たらまずモニアックなんですけども、アデルにしたって、まあ、フィリップスと比べてね、えー、打撃面なんか比べれば、えー、このスプリングトレーニング、まあ、打率はそんなに高くはないですけどもね。まあ、ホームランを4発打ったりとかっていうことで、まあ、OPS とは比べればね、それでもまあ、フィリップスよりアデルっていう方になるわけですけども、ただどちらにしろ、 えー、二人はね、えー、プレイタイムがなくなってしまうということで、まあ、トリプレイで、え、試合に出る必要があるので、そちらに行くという、まあ、え、結果ですね。だから、まあ、ま、あ野球というスポーツが、えー、まあ、一応外野がね、三、三のポジションですね、三つしかないので、こういう状況になりますけども、まあ、四つあればね、もちろんモニアックが、えー、入ってね、まあ、四番目の先発として出るわけですけども、まあ、三つなんでポジションがね、えー、こういう形で、まあ、えー、 4人目はフィリップスになったという状況ですね。で、昨日も話してるんですけども、まあそうは言ってもフィリップスが先発で出るかって言われたらその可能性も結構低いっていうことで、まあ今日もヒホがセンターを守ってたりとかね、えー、ウォルシュがライトをやる、やってるタイミングが結構このスプリントレーニングありましたけども、まあそういう形で本当にフィリップスは4番手ということで、まあ最後守備でね、 えー、まあランナーを刺すっていう部分。まあいい、そのね、難しいね、えー、打球処理とか。で、あとはランナーで1点もぎ取るみたいなね、そういうところだけの選手という形でね、まあ取ってきてますので、まあ正直取ってきた段階でまあメジャー契約なんだっていう形ではあったんですよね、個人的な意見はね。ただだからまあ彼も打撃についてもね、いろいろとこう、このオフやってきたって言ってますけども、まあチームとしてはおそらく、 まあ彼が打ってくれればそれはそれでいいんですけど、えー、やっぱり守備とかね、そういうところ、肩とかっていうところを、こう、買ってメジャー契約、そしてまあ今年のとりあえずの4番手の部分でっていうところで取ってきてると思うので、まあ、え、こういう形がやっぱり、え、ペリーちゃんとしてはまあもうこういう形だったんでしょうということですね。もちろんモニアックを入れたいっていう意見はわかりますけども、まあ出る時間がないのでねっていうことですよ。なのでまあこういうことになると。 で、まあ、アデルとモニアックは多分、えー、来年オプションがなくなるみたいなことも書いてありましたので、まあ、今年頑張ってね、えー、来年こうメジャーに、まあ、残れないと、残れないというか、まあ、枠内にね、入れてもらえないと DFA になってとかっていうふうになっちゃいますので、まあ、今日、今日は、ね、今年はね、え、勝負のまあ、年、より勝負というかね、まあ、来年に向けて、まあ、だから今年の途中で、 まあ、えー、這い上がってきてね、えー、それでも使おうっていうぐらいの、うん、レベルではないと、まあ来年困ってしまうのでね、両者とも。だからそれぐらいまあトリプレイでやってくれないとねっていう感じですね。まあもちろん彼らトリプレイだったらそれなりにもう打つんですけどもね、うん。ただまあ、えー、メジャーに置いといても、レギュラーが固定されちゃっているのでっていうことで、まあトリプレイ。そして4番手はフィリップスとで。あとジョイスも、えー、まあマイナー行きということになってしまいましたね。 まあ残念ですけども。なので、ちょっと開幕メジャーっていうサプライズはなかったですけどもね。まあ今日も投げてて、まあ後で話しますけどもね。まあ、え、このスプリングトレーニングは結構こう、いけんじゃないかというね、期待を持たせてくれた一人ではあったのかなというふうに思いますし。まあ彼はまだね、その、やっぱり13インニングしか投げていないっていうところがあるので、まあ、もう少し、え、マイナーで投げてからっていうことにはなるのかなと思いますけどもね。 まあでもいいものは見せてもらったんじゃないかなと思いますし、まあ今シーズン途中でね、彼がこうメジャーに上がってきているのを見れるかなとは思いますのでね、まあそこを期待したいと。で、あとはウォーレンと、えー、ジェイコブ・ウェブもね、えー、マイナー行きということらしいんですが、まあでも両者ともね、えー、スプリングトレーニングでまあいいピッチングをしてましたので、まあ彼らはその40人枠にはいないのでね、えー、ジョイスも含めて、 だからまあ途中で怪我人が出たとか、まあ不傷不詳っていうか不調な人がいたりとかしたり、あとはまあ誰かを DFA にしたりとか、まあそういうタイミングで、えー、誰かがまあ上がってくるっていうことにはなるのかなと。まあジョイス、えー、ウォーレン、ウェブと、まあこの辺がね、ということになりますので、まあ42枠にとりあえず入れるようにというところでね、校長を維持してもらえればなというふうに思います。 で、まあ、あとは、えー、ジェラルド・レイエス、サム・バックマンとかね、えー、ウォラックとかが、えー、マイナー域になったということにはなってます。で、まあ、昨日もお伝えした、その、残りのね、枠でどうなるのかっていうところで、まあ、4番手スポッター決まりましたので、まあ、現状はそういう形と。で、あと残すところは、えー、その先発のね、5.5人ローテの6人目が、まあ、デイビッドソンを維持するか、カニング。まあ、今日投げてましたけどもね、えー、どちらかをまず選択する必要があると。 で、あとは、えー、キャッチャーですね。まあ、スタッシーがいて。まあ、おそらく、ハッピーさんは入るんじゃないかなっていう現状のね、感じだと思いますので。まあ、この2名にして、で、昨日言った3人目を、えー、サイスをね、3人目としてキープするのか。もしくは、えー、ウェンツをリリーフのとこに入れるのか。もしくは、ラムを、えー、メジャーにね、上げるっていうか、えー、はい、入らせるのかっていうところですよね。ではまあ、これをど、その3名。 っていう争いになってくるのかなと。なので、デビッドソンかカニングが、まあもう、6番手のね、その一つのスポット。で、もう一つのスポットを、ウェンツをリリーフ、サイスを3番手キャッチャー。もしくは、えー、まあ、その場合は多分、サイスがね、DFA になって、ラムを入れるっていう形になると思うんですけどもね。ラムが入る場合はね。だからそのど、どれかかなとは思いますけどもね。 なので、まあ、普通にピッチャー多く入れたいっていう場合は、ウェンツなんですけどもね。まあ、そこですね。その2週間のうちは、えー、まあ、6番手の人がね、リリーフに回って、リリーフが8名になるので、まあ、とりあえず行くかっていうことで、えー、野手をね、えー、まあ、ラムか、サイスをキープするかっていうところになってくるんじゃないかという昨日の動画の予想でしたけども。まあ、それによってですけどもね、まあ、え、6番手スポットと、あとはもう1スポットの争いとなってきて、まあ、 え、いよいよですね、26人が、まあ、ほぼほぼ決まってくるような形にはなってきましたね。まあ、開幕が近づいてますので、ね、まあ、そうなるべきなんですけどもね。まあ、いよいよ、こう、固まってきたという形で。まあ、どうでしょうね、デイビッドソンとカーニングと。まあ、今日の感じ見てるとカーニングもいいですけどもね。ただ、そのデイビッドソンはオプションがないということで、まあ、デイビッドソンはこのスプリングトレーニングでひどいパフォーマンスだったらもう、えー、DFA で良かったんでしょうけどもね。 まあそこそこ投げたんでね。まあ、ね、簡単にこう手放すのはもったいないという判断になるのか。えー、まあ、カーニングの方がいいよねって言ってね、えー、そっちを選ぶのかっていうところなんですけどもね。まあだから、えー、昨日もコメント欄にあったんですけど、その枠の問題とかね、いろいろと、まあ無視してる方が結構いるよねっていう話でね、うん、コメントいただいてましたけども。まあ、ね、いろいろとめんどくさい問題があるわけですよね。枠とかメジャー枠とかね、オプションがないとかっていう。 だからまあ、デイビッドソンをまあ、ね、今回まあそこそこ投げたけども、え例えばデイビッドソンとカニングがいますと。で、とりあえずデイビッドソンを試してカニングを、えオプションで落としておくっていうことは可能なんですけども、まあ、カニングをもう開幕から6番手に入れちゃうと、デイビッドソンを DFA に例えばしたら、他のチームに拾われてしまう可能性があると。意味わかりますかね。そうなるともうカニングしか試せなくなるわけですね、エンゼルスとしては。 で、デイビットソンを先にとりあえず使っておけば、デイビットソン使って良かったっていう場合と、まあダメだったから違うところに入れ替えるっていう、まあ選択肢がね、あるわけなんですけども。まあだから DFA にしちゃうと、えー、その選択肢が1個減るという形にはなっちゃうのでね。まあ、えー、今の段階でどうするかっていうのをペリーちゃんがまあどっちを取るかっていうのを考えてると思うんですけどもね。まあそういう色々な部分があってね、まあ難しいわけですよ。単純に、 ま、このスプリングトレーニングでどうだったからこっちにしようっていう話ではなくてね、やっぱりその枠の問題とか、うん、をいろいろと考えた中でね、ペリーちゃんはね、決めるとは思うんですけども。だからまあ、えー、シンプルにね、この前、えー、アプトンがね、この前っていうか、えー、去年でしたっけその前だっけ去年かなアプトンがね、好調だったけども、まあ、切られたわけですよね。まあ、これはもうアプトンは、 好調であろうが、まあもう切られることはほぼ決まってたわけですよね、おそらくね。で、まあ他にね、枠を開けてっていう、まあ判断になったわけですけども、まあそういうパターンもあるしね、もちろん、えー、20億とかをね、捨ててもそっちをね、えー、枠を開けるっていうことを選ぶっていうパターンももちろんあるんですけども、まあそれをどう捉えてるかですね、ペリーちゃんが今ね。なのでまあ、そのね、フィリップスとしては1億円を捨てるだけで、 ではあったんですけども、ただ今年のために1億円で、まあ、4番手に使うために取ってきて、このタイミングでじゃあ切っちゃうかって言われたら、まあそういう感じではないとは思うのでね。まあその辺の、えー、兼ね合いとかいろいろあるわけですけども、まあその中で、まあ最終的に誰にするのかっていうのを決めると思うんですけどもね。まあ、えー、非常にね、難しいとは思うんですけども、まあ左がいっぱいいたりとかっていう形でね、うん。 そう考えたら、まあ、カニングの方がいいかなとは思いますけども、ただ、毎日こう先発、毎日というか、毎回ローテで回るわけではないのでね、まあ、その、スポットでっていう形にはなるので、まあ、その左とかはまあ、あんまり関係はないのかなと思いますけどもね。ただ、まあ、どっちがね、えー、いいのかって言われると、まあ、難しいのかなと思いますけどまあ、やっぱりオプションがあるないの問題、枠の問題などをね、考慮して、まあ、最終的に決めていくのかなと。 で、あとは、まあ、ま、サイスをどうするかっていう話ですけどもね。まあ、こちらも難しい問題でオプションがないのでね。まあ、残すのか、手放すのか、トレードするのかとかね、いろいろあると思うんですけども。まあ、もうね、開幕が迫ってるのでね、最終的にどうするのかっていう決定はね、下されると思いますので。まあ、その辺がね、どうなるのかですね。まあ、3人キャッチャー入れるっていうのもね、結構サプライズであると思うんですけどもね。まあ、そこはどうなるのか。 楽しみであるんじゃないかなと思いますしね。まあどうでしょう。サイスを残すかウェンツを入れるかじゃないかな。ラムはそのマイナーにキープできるようなこと昨日書いてあったしね。だからまあ、3人と言いつつも、まあ可能性としてはサイスかウェンツを入れるどっちかかななんていうふうには個人的には思いますけどもね。ということでまあ近々これも決まると思いますので、えー、まあお楽しみにという感じでね、開幕を待ちたいかなというふうに思います。 そしてですね、えー、開幕戦の相手、まあ、アセチックスですけども、えー、相手のピッチャーがカイル・ミュラーということで、開幕戦決まりまして、まあもちろんエンゼルスは大谷翔平ということになってますけども、えー、左投げですね。ということは、エンゼルスとしては対左のメンツになってくるんではないかというラインナップが予想されておりまして、まあだからウォルシュが外れて、 えー、左対左に、えー、たけた、まあ、ラインナップを並べていくんじゃないかな、という感じですだから、どうなるんでしょうね。えー、まあ、ウォード、えー、トラウト、ショウヘイ、で、レンドン。であとは、まあ、まドゥルーリー、レンフローとかね、入れて、で、まあ、その、セカンド、どうするかな。ドゥルーリーをファーストにするのかなで、ショートがアーシアのセカンドを秘宝で行くのかな なんか最近、アシュラ、ショートで、まあ結構使われてるような気がするんで、なんかそうなんのかなっていう感じですね。で、ショートはまあ、今日もなかなかね、えー、いい感じでやってましたし、まあそこそこいけんじゃないかな、なんていうふうには個人的には思ってるんですけどもね。だからまあ、えー、ファーストを、えー、ルルーリーにして、っていう形で、右でまあ固めるというか、対左でやるんじゃないかなっていうふうには、まあ思いますけどもね。 まあもちろんそのファーストアーシェラにしてショートがまあ秘宝っていうパターンもあるかなと思いますけどもね。まあそれはどうかわかんないけどおそらくウォルシュが外れてまあ右打ちのね、えー、人が入るというまあ形にはなるのかなという開幕戦ではあるのかなという予想もね書いてありますけどもまあ多分そうなるという方向でしょうね。なのでえー、まあ開幕戦はそういう形にはなるのかなというお話です。 続いてエンゼルスオープン戦ですけども、えー、その前にね、えー、大谷さん、まあ、平がですね、マイナーのね、えー、試合に投げたという形で、まあ、WBC で最後投げてからですね、中2日ぐらいかな。で、まあ、もう投げたということで、4回3分の2、4安打1失点、8奪三振、1フォアボールという、まあ、結果という形で、まあ、もう、あの、出来上がりとしてはもう多分 WBC ではもうそこそこ出来上がってるような状況だとは思うんですけども、 まあ、えピッチコムとかね、あの、WBC でなかったんでね。まあ、その辺の、えまあ、確認とか、まあ、いろいろということですけどもね。まあ、えいい調整ができたんではないかということみたいですし、まあ、もう大丈夫かなと思いますのでね。え開幕に向けて、まあ、もう開幕ですから、次はね。いや、開幕戦楽しみだなという、まあ、出来ではあるのかなと。まあ、スライダーもね、かなり切れている感じでしたし、まあ、あの、中継はないので、まあ、あのね、 ちょっとした、こう、ネットに上がってる映像ですけどもね、後ろからの映像。まあでもそれで見る限りスライダーもかなり切れてましたし、まあいい形かなという感じですね。ということで、次ではですね、エンゼルスオープン戦ということになりますけども、今日パドレスと対戦でして3対0でエンゼルス負けだという形にはなっております。 で、まあ、え、うつおはやっぱり5安ンということで、まあ、先が出たりもしてたんですけど、なかなか点は取れないというね、まあ、状況ですよね。で、まあ、相手ピッチャーもまあ、要は、い、今投げてる人たちっていうのは、開幕に行くような、えー、まあ、もう、選手になってくるわけですね。翔平も今日投げて開幕っていう形なので、まあ、そう考えるともうね、えー、まあ、そこそこ出来上がっててっていうピッチャーが投げてくるわけですけども、 まあ今日は相手はスネルなんでね、えー、6イニングで3アンダー,、えー、6奪三振ということで。まあ今日はなかなかね、えー、点は取れなかったのかなという、まあ感じですかね、えー。そして今日エンゼルスのピッチャーはカニングですけども、えー、4イニング、5アンダー2失点、えー、自責は1、で1フォアボール4奪三振と。で、初回、えー、キムさんを三振に取りますけども、えー、クロネワースにヒット。 で、タティスが、ま、センター前ポテンヒットということで、えー、ま、今日風もなんかあったりしてね、いろいろ、ま、大変だったかもしれないんですけど、外野もね。で、ヒホが、ま、センターやってたりっていうのもあるんですけども、えー、ま、タティスがポテンヒット。で、カーペンターがレフト前ヒットで、まあ、満塁という形でね、まあ、あんまりこう、いい当たりでヒットっていう感じではなかったんですけどもね、まあ、そういうのが重なりまして、3連打で満塁と。 で、ワイルドピッチでそこで1点を失いまして、えー、さらにランナーは2、3塁と。で、続くカンプサの三振で、まあ、2アウト。で、オドアがフォアボール。で、ロペスのセカンドライナーで3アウトということで。まあ、このセカンドライナーも、まあ、これはいい当たりではあったんですけども、ちょうど、えー、フレッチャーがね、いたっていう感じかな。うん。 で、まあ、えー、抜けてたらね、ちょっと、もうちょっとやられてましたけども、ちょうど正面という感じでね、ポジショニング的にはいいってことだったので、えー、まあ、助かったかなと。で、2回が、えー、アゾーカー、ショートゴロ。バッテン、サードゴロ。で、キムさんをまた三振という形で、えー、3人で抑えまして。3回が、クローネンマス、ファストゴロ。タティスのレフトフライを、ウォードがエラーということで。まあ、これは何なんですかね。眩しいのか。 でもまあ、玉は見えてたと思うんですよね。追ってった形。で、グローブには当たったんですけども、まあなんか、風で動いてんだかなんかわかりませんけどもね。あれはちょっといかんなという感じのまあ、プレイでしたけどもね。まあ、彼もね、えー、ライトで、まあ、守備が上手いわけではなかったですけどもね。で、まあ、ライトでね、やってて、まあ、ライトとしてはそれなりにね、えー、まあ、上達はしてたと思うんですけども、えー、今回、レフトに変わるってことでね。 まあ、レフトもライトも同じだろうって思う方もいるとは思うんですけども、まあ、ちょっと違うわけですよね。だからまあ、そこはちょっと心配だなとは思ってたわけですけども、まあ、ちょっと今日のはね、何が原因なのかちょっとわかんないですけど、風なのか眩しかったのかね。で、前も眩しいので一個なんか落としたのとかありましたけどもね。まあ、しょうがないかなって思いますけどもね。本番でやんなきゃ、やんなきゃいいなっていうふうには思いますけども、まあ、多少はやるとは思いますけどもね。 うん、まあ、回数的に多くなきゃいいなと思うんですけどもね。まあ、ちょっとそういうところは、まあ、心配だなと。今日の原因が何なのかっていうところですけどもね。うん、まあ、そういうプレイがありまして。で、まあ、二類ですよね。エラーでツーベース的なことになる。まあ、ツーベースじゃないんだけど、エラーで、まあ、二類まで行かれると。で、カーペンターのヒットで、タティスが戻ってきまして、二点目という形ですね。まあ、これもタティスがまあ、 え、もう、走塁的にはまあ、いい走塁と言ったらあれかもしれないんですけど、まあ、もう落ちるだろうっていうのは、かなり早い判断でね。で、まあ、サード回る前に若干こう、緩めてはいるんですけども、まあ、え、戻ってきてね。で、ヒホはまあ、投げたんですけども、え、マウンドに当たっちゃってね、え、まあ、結局、ホームまで到達してないような形でしたけどもね。まあ、え、これも、 まあ、結果的に良い走い塁かな、なんていうふうには思いますけども、逆にこう捉えてたらやばかったけどね。という形で、まあ2点目が入ると。で、カンプサノがショートゴロという形で、まあここはしらいいプレーだったなと思いましたね。で、オドアが三振という形の3回ですね。で、4回がロペスセンターフライ。えー、アゾーカライトマイヒット。で、バッテンがセンターフライと。で、 この後、アゾーカがね、盗塁でアウトになりまして、スリアウトという形で4回が終わったという感じですね。で、まあ、カニングのピッチングとしては、初回、まあ、やっぱ打ち取った当たりなどもありつつね、えー、まあ、連打されて、ワイドピッチで1点と、えー、まあ、あとはその、レフトのね、ウォードのエラーの後のヒットで、まあ、1点取られちゃったという感じの、まあ、2点で、自責はまあ、1っていう形ですね。 なのでまあその不運なのも含めつつなのでまあ他はそんなに悪くはなかったかなと思いますよねまあ味方のミスもありつつあとは不運のヒットもありつつっていう形のまあ、えー、点かなと思いますのでねまああとは安定したピッチングだったかななんていうね三振も取れていましたしまあこのスプリングトレーニングがまあ結構安定していてねまあ要はどれぐらい投げられるんだろうっていう どっからのスタートだったんでね。まあ、それを考えちゃうと、まあ、かなりいいよねっていうふうにはね、思いますよね。で、現状、まあ、防御率が1.32とかなんでね。うん。だから、まあ、いい投球ができてるなっていう形なので、まあ、これをどう捉えるかですよね。ペリーちゃんがね。まあ、だから、ネビンちゃんが、あのー、いいのを集めるって言ってんだけど、結局、ペリーちゃんが決めるんでね。うん、GM が。 だからまあ、ペリーちゃんの好みというか考えなんでしょうけどもね、最終的にはね。だからまあ、リリーフも含めて6番手の人はやるので、そこをどう捉えるかですけどもね。ただまあ、カニングもリリーフそんなやったことないですし、あの、デビッドソンもなんかそんなにやったことない感じなんですよ。昨日ね、あの、デビッドソンのがその役割的にはいいだろうみたいな書いてあったんですけども、 やったことあるのって多分マイナーの、かなり前のね、マイナーの時じゃないかなと思うので、基本もうその後は先発しかほぼほぼやってない状況みたいなんですよね。だからまあ、そう考えるとね、どっちも変わんねえかななんて思いますけど、まあ、経験値としてはまあ一応デイビッドそののがリリーフ経験はあるという感じかなと思いますけども、まあ結構昔の話なんでね、それもどうなんだろうっていうのはちょっと思うんですけどもね。 ではまあこの防御率とかだけ見たらカニングの方がいいけどもね。さっきも言った通りオプションがあるないとかどうするのかっていうところで、まあとりあえず開幕はっていう感じではなるかもしれませんよね。まあそれをペリーちゃんがどうするのかっていうところなんですけども、まあ最終的にはまあデビッドソンがカニングかね、どっちかっていう今もう残り争いだとは思うのでね。まあそこどっち取るかに注目という感じですね。 で、次が、ループが、えー、まあ、投げましてね。1.1イニング、1アンダー、1失点と。で、5回、キムさん、ショートゴロ。えー、クローネンワース、センターフライ。で、タティスにホームランということで、これで3点目ですね。で、まあ、なんかそこまで悪い球じゃなかったんですけども、で、タティスもまあ、なんか、追いかされたというかね。まあ、なんかそんなバッティングだったんだけど、センター、バックスクリーンかな。あそこまで運ぶっていうのは、やっぱり、すげえなと思いましたね、タティスね。うん。 でまあ怪我しちゃったり、ちょっと薬やっちゃったりとか、いろいろありますけどもね。まあ、普通に考えて健康で過ごしているのであれば、すごいね、選手っていうのは、まあ、違いないのでね。まあ、今シーズン、いろいろとね、思いがあると思うんでね、頑張るとは思うので、いや、かなり活躍するんじゃないかな、とは思いますけどもね。まあ、またなんか、怪我したりしなければね、っていうところですけどもね。 まあ健康であればというところとか条件ですが、まあ数字的にはまあいいのが出そうだなという、うん、やっぱりすげえなっていう思いはね、タジスについては今日感じましたね。で、あとは、えー、カーペンターをファーストゴロと。で、まあこの5回かな。で、あのピッチタイマーがこうタイムアップしちゃったのは2回ぐらいあったんですよね、ループね。だからもうちょい、えー 考えて投げないとというか、まあ彼も WBC 行ってたんでね、WBC ないので、まあちょっとゆっくりめにはなってね、それの後の登板なんでっていうのはあると思うんですけども、まあその辺をね、本番までに、うん、ちょっとしっかりとまたね、調整してほしいなっていう感じですね。まあなのでそのホームランを打たれたんですけど、まあ球的にはそんなに悪くはなかったっていう感触ですね。 で、6回カンプサのデッドボール、オドワにホースアウトということで、まあ、ここでピッチャーがウォーレンに交代。で、ウォーレンは0.2イニング投げまして、1安打1奪三振と。で、ロペスにヒット打たれますけども、アゾーカを三振、バッテンをホースアウトという形で、ウォーレンもやっぱりね、このスプリングトレーニング、さっきも言いましたけど、いいピッチングは続けているという形ですね。まあ、あの、開幕メジャーとはなりませんでしたけども、このまま、マイナーで頑張ってもらうと。 で、次がキハが出てきまして、1イニング、え、無安打無失点と。いや、まあ、良かったね、という感じですね。この前ちょっとね、え、WBC 後、まあ、球も行ってないんだか、なんだかわかりませんけど、コントロールも、まあ、ど真ん中付近、インコースど真ん中付近ばっか投げて全部持っていかれるっていう感じのピッチングでしたけども。まあ、今日は、えー、キムさん、セカンドフライ、えー、マルトレラかな、ピッチャーゴロ。まあ、これはピッチ、 じゃあ、あのね、キハが、まあいい、えー、フィールディングしまして、で、オーナーを、えー、三振ということで、まあ、締めましてね。まあ、えー、今日の表情的には、やっぱり良かったんじゃないかなと。で、続いて、ジョイスが1イニング、1アンダー、1フォアボール、2奪三振と。で、ファーマーをレフト、あ、ライトマイヒット。で、サリバンがレフトフライ。で、カウウェイを、えー、フォアボールと。で、ホフマンが三振。えー、 ジョンソンも三振という形でね、最後、え、二連続三振にとって、まあ、終了という感じになっております。で、まあ、もちろん、その、やっぱりね、あの、フォアボール出したりして、まあ、コントローラーが結構荒れてるっていうかね、うん、まあ、左バッターのアウトコースに、まあ、シュートして抜けてっちゃうみたいなのもありましたけども、まあ、その中でも、まあ、やっぱり、まあ、もちろんストレートは早いんですけど、スライダーがね、え、コースに決めてるっていうシーンもあって、それでストライク、あの、三振取ってるっていうところもあるので、 まあ、速いだけじゃなくて、そこもね、まあ、使えるようにはなってると思いますし、まあ、それもなかなかいい球だとは思うんでね。まあ、残念ながら開幕メジャーではなかったんですけども、えー、それを、その辺も磨きつつ、まあ、あの、やっぱ課題のコントロールっていうのがあると思うんでね。まあ、そこを、まあ、改善して、あとはその、イニング経験をちょっと積んでね、 えまあ今年のどっかしらでメジャーで見れるとは思うんですけどもね、このままの調子で行くのであればね、怪我しないで。まあそれを願いたいし、まあ彼が上がってくるときにね、意味のあるところでなんて言うんだろう、使えるっていう、あのチーム状況にはなっててほしいなっていう感じですね。もうあの、またポストシーズンダメだっていうね、状況で上がってきたらまあ来季に向けてみたいになっちゃうので、 まあそうじゃなくて、え、争いしてる中で、まあいい場面でね、彼を投入して、まあ勝ちゲームでね、投入してっていう試合ができてる状況で彼が上がってくることが望ましいと思いますので、まあそう願いたいなという感じですね。で、あとバルデスが1イニング投げて1アンダムしてということで、まあ今日はね、これで、えー、まあ9回で3失点なんで、まあまあいいんじゃないですかね。うん。ということ、ところと、あとまあ打つは点取れなかったのはちょっとね、 まあちょっと良くないですけどもね。まあ、まあって感じですか、スプリングトレーニングだしね。まあそんなに、えー、悲しむことはないと。まあちょっとね、完封されちゃうっていうのはあれですけども。まあスプリングトレーニングなんでそんなに気にすることはないかなという感じですかね。なのでまあもうちょっと先ほども言った通り、えー、ロースターも決まりだして、ほぼ固まりだして、まあいよいよ開幕だなという感じでね。うん非常に楽しみですけども。まあ WBC が終わってね、若干こう、 ねえ、あんだけ盛り上がったんでね、うん。気持ち的には落ちてると思うんですけど、でももう気づいたらもう開幕と、えー、待ちに待ったベジア開幕ですのでね、また気持ちも上がっていくし、まあ、あの、開幕戦士おへが無事ね、えー、マウンドに上がれるようにという感じで、まあ、順調に行ってそうですけどもね、うん。まあ、そういう方向で気持ちも切り替えてですね、えー、楽しんで、えー、待っていてもらえたらなと、開幕をね、思いますね。ということで、えー、本日の、え、エンゼルスオープン戦情報でした。 え続いてですね、開幕戦のですね、えー、まあ、ピッチャー、開幕投手ということでね、まあ、どのようなマッチアップになるかということで、えー、まあ、出ておりますのでね、そちらをご紹介したいと思いますで。まず、ナショナルズとブレーブスの戦いが、パトリック・コービンとマックス・フリードという投げ合い。ヤンキースとジャイアンツが、ゲリット・コール、ローガン・ウェブと、うん、いいね、いい感じですね。で、ボストンとオリオルズが、 えー、クルーバーとギブソン。で、カブスと、えー、ブルワーズがストローマンとバーンズ。でタンパとデトロイトが、えー、マクラーナハンとロドリゲス。で、テキサスとフィリーズがデグロムとノラということで,ですね、うん。で、マイアミとメッツがアルカンタラとシャーザーと。こちらもすごい。で、レッツとパイレッツがグリーンと、えー、ケラー。 で、パドレスと、えー、コロラドがスネルと、えー、マルケス。で、セントルイスとトロントが、えー、マイコラスとマノア。で、ケイシーと、えー、ツインズがグレインキーと、えー、ロペス。ヒューストンとホワイトソックスがバルデスと、えー、シース。で、アスレチックスとエンゼルスが、えー、ミュラーとショウヘイト。で、ドジャースと、えー、ダイヤモノバックスがウリアスと、えー、ガレン。 で、シアトルとクリーブランドが、カスティーヨとビーバーという形でね。まあ、開幕戦なんで、えー、まあ、開幕として、やっぱりそこそこというか、まあ、エース級がやっぱり投げてくるって感じになりますけどもね。ほとんどのチームがね。まあ、もちろん、その、怪我があったり、調整が不足してるっていう場合でね。えー、まあ、そのチームのエース級っていう感じじゃないところもあるかもしれませんけどもね。基本はまあ、エース級がまあ出てきてるかなという、まあ、いいマッチアップにはなってるんじゃないかなと思いますので。 ま、あの、エンゼルス戦じゃ、だけじゃなくて他のところも、ま、やっぱ注目かなと思いますけどもね。まあ、とりあえず、え、エンゼルス戦、まあ、とりあえず開幕戦ね、勝利で飾れるといいなというところと、まあ、平に勝ちがつくかどうかはわかりませんけどもね。まあ、勝ちに導くピッチングができればいいなっていうところを期待したいかなと思いますね。続いてですね、えー、カージナスがマイコラスと2年契約延長ということで、2年間で4000万ドルと、 有保証ということになっておりまして、えー、まあ、ボーナスも付属していると伝えられているという形で、まあ、ジャイアンツでね、活躍してましたマイコラスですけども、えー、さらにね、契約が延長されたという、まあ、ニュースとなっております。であとはですね、ロレンゼン、え、開幕は、負傷者リストにてっていうことで、IL 入りして、え、まあ、開幕を迎える予定ということで、ニュースが出ております。えー、まあ、素敬部かな左素部 という形で出てますけどもね。まあ、深刻な問題であるとは予想されていないけども、ローテーションで数ターンを逃す必要があるという形で、まあ、情報が出ております。で、あと残念ながらですね、レンジャース筒子さん、えー、まあ、開幕のね、えー、まあメジャーということにはならなかったということで、クリント・フレジャーと筒子さんには、えー、まあ、通達されたという形ですね。 ただまあ、開幕メジャーっていうのはまあもちろんね、えー、難しいというふうには言われてましたけども、まあこの後どうするかですからね。まあえ本人もわかってたと思いますしね。開幕メジャーっていうのはむずいっていうのは。ただこの後、え頑張って、まあメジャーにね、どっかのタイミングで、えまあ復帰できるようにということは目指していくと思いますしね。おそらく、わかんないけども、どうするかね。ただまあ、その日本に戻らないっていう選択をしたんでね、もちろん、この結果、 結果としてはまあ、それなりに理解はしていたと思うので、まあ、こっからまた、えー、まあ、どうするかですけどもね、まあ、頑張るんではないかと思いますので、応援するだけかなというふうには思いますね。えー、続いてですね、ヤンキースのボルピーがですね、えー、思っているより、こうね、最後まで、まあ、メジャーのね、キャンプにいるということで、まあ、どうなるんだという、まあ、話ですよね。まあ、もちろんね、あの、開幕メジャーっていうのはまあ、 期待はしてましたけど、まあそんなにやっぱりね、えー、さっきから言ってる通りね、なかなかこういろいろな問題があって難しいんですけども、まあそれもあるんですけど、まあなんか結構インパクトを残していてね、えー、まだ現状いるのでね、いやーどうするんでしょうという形で、まあ多分ね、マイナースタートだとは思うんですけどもね、まあ結構インパクトを残したということで、まあどうするんだろうっていう記事もね、結構いろいろ出てきてね、ますけどもね、 まあ果たしてどうなるのかという感じですが、思ってるよりこうね、活躍してるっていう感じかなと思いますので、まあ非常に楽しみではあるんですけどもね、まあどうなんでしょうね。難しい問題だとは思うんですけど、これもまたね。なので、どうなるかわかりませんけどもね、本当にまあ、開幕メジャーだったら結構ね、サプライズかなと思いますけどもね、まあそれはそれでえ嬉しいことではありますけどもね、まあこういう形でまあ他のね、チームもいろいろと こうやりくりして、まあ開幕メジャーというふうにはなると思うんですけどもね。まあヤンキースとしてもまあこういう形でね、えー、まあ期待できる若手がそれなりにね、えー、まあ思っている以上にね、えー、このキャンプでまあ成功してるかななんていうふうには思いますのでね。まあどうなるのか。まああと一週間ないぐらいですか。なのでちょっと期待したいかなというふうに思いますね。 ということで、えー、本日はね、これで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッター、ロコメントよろしくお願いします。では、わりまーす。